たり来たり、時は満ちた。闇夜において輝けるもの、幻のこと、我らへ。時に満ち、時に欠け、不完全なる世界、故に我を求めよう。ならばそれに依頼を返さん。アーカルムシリーズってやつだな。よし、やってやろうぜ。星々のごとくきらめける小さき者よ、己を、世界を照らす輝きと錯誤する者たちよ、汝が抱く幻想ごと、絶対なるしるべたる我が光の前に砕け散るがよい。我こそが幻想であると傲慢なる者よ。何時時勢の満ち欠けの恐ろしさを必ずや知るであろうよ。事件の犯人さんと同じです。くそ、闇に紛れて一瞬で見失っちまった。星晶獣の気配は完全に消えました。でも今の人は一体。今日は一旦戻るしかねえか。このまま暗くなると危険だしな。いや、ちょいと厄介そうだぜ。困りましたね。こうしてる間にまた事件が起きたりしたら。ごめんなさい。大丈夫ですか？いえ、お気になさらず。こちらもよそ見をしていましたので。ん？ジョーちゃん一人なのか？だったら早く家に帰った方がいいぜ。最近この辺りで小さい子供を狙った誘拐事件が起こってて、オイラたちはそれの調査をしてんだ。あら、ご心配いただきありがとうございます。でもこう見えて大人ですのよ。ありゃ、そうだったのか。悪かったな。構いませんわ。間違えられるのは慣れていますので。それに誘拐事件のことは存じておりますわ。その調査でこの町を訪れたのですから。ってことは、もしかして三つ編みの姉ちゃんも気空師なのか？いえ、気空師ではないのですが。あの、よろしければ調査をご一緒させていただけませんか？調査に乗り出したのはいいものの、無計画で家から飛び出してきたため、何の罪もない子供が被害に遭っていると耳にして、いても立ってもいられず。いても立ってもいられないっていうのは確かにわかるけどよ。誰かの頼みってわけでもねえんだろ。なんかわけがあんのか？実は、過去に知人の子が悪い大人に騙されて亡くなったことがありましたの。そんな！今思い出しても胸が締め付けられるほど。絶対に許さない。え？いえ、その、とにかく、小さな子供が心ないものの悪意で犠牲となるのは見過ごせません。あ、名乗り遅れましたが、隣町で画業を営んでいる、ハーゼと申します。今回、人捨てに誘拐事件のことを聞き、そのような悪事は見過ごせないと思ったのです。それで慌ててやってきたのですが、
ハーゼには誘拐犯を捕まえられるほどの腕力も武術の心得もありません。そこで協力していただける方を探していたのですわ。なるほどな、そんな事情が。けどよ、実はオイラたちも犯人探しがあんまり進んでねえんだよな。それでしたらハーゼがおとりになるというのはどうでしょう。ハーゼはハービンですから、振る舞い次第では幼い子供と勘違いさせられるかと。そんな、おとりなんて危ないですよ。危険は承知の上ですわ。ですが子供を食い物にする輩を絶対に見過ごすことはできません。だから、まあ今のところ他にピンとくる方法も思い浮かばねえしな。もしも危なくなったら私たちが絶対に守りますね。ありがとうございます。とても頼りがいのある方たちに巡り会えたことに感謝を。これで犯人が引っかかってくれりゃいいけど、そううまくいくかな。あれ、向こうから誰か来ました。やあお嬢ちゃん、迷子かい。お母さんとはぐれちゃって。なるほど、そういうことならお兄さんが代わりに探してあげよう。それまでお兄さんの家で待てばいい。ここに一人じゃ寂しいだろ。でも知らない人について言ったらいけないってお母さんが。大丈夫だよ。ああ、それよりお菓子は好きかい。ずっと一人でお腹が空いただろう。ううん、大丈夫。お母さんが見つかるまでの辛抱だから。めんどくせえな。いいから行くんだよ。助けに行きましょう。おい、待ち上がれ。おめえが噂の誘拐犯だな。てめえらどこから待ち伏せしてやがったのか。もう逃げられねえぜ。おとなしくしやがれ。くそ、こうなったら。おい、一歩でも動いてみろ。一生もの傷がついてもいいのか。だったらおとなしく。今ね。でつ。皆さん、今ですわ。よっしゃ、覚悟はできてんだろうな。ふい、これで一件落着だな。はい、誘拐された子供たちも見つかってよかったです。皆さんありがとうございます。こうして無事に解決できたのも皆さんのおかげですわ。三つ編みの姉ちゃんが体を張ってくれたからこそ犯人を捕まえられたんだからな。そう言っていただけるとおとり役を買って出た甲斐があったというものですわ。にしても三つ編みの姉ちゃんだってかっこよかったぜ。とっさの行動でしたので自分自身でも驚いていますわ。どうせなら指の一本か二本噛みちぎってやればよかったかしらね。ん？何か言ったか？いえ、何でもありませんわ。やはりあなたたちは信頼に足る方たちですわ。それで、折り入ってご相談したいことがあるのです。なんだよ、改まって。まずはこれを見ていただけませんか。そのカード、とても大きな力を感じます。この力を感じ取れるのですね。このカードは一体。すぐにわかりますわ。
ぬ、なんだここは。オイラたちさっきまで町の中に。ハーゼさん、ここは一体。そんな、ハーゼさんがいません。なんだって、まさかはぐれちまったのか。どうしましょう、こんなところに一人なんて。くそ、早く三つ編みの姉ちゃんを探さなきゃいけねえってのに。なあ、さっきのはなんだよ、夢だったのか。でも、さっきまでの感覚が残っていて、あれが夢だったなんて。皆さん、やはりご無事だったのですね。あ、ハーゼさん、どこ行ってたんだよ。急にいなくなっちまうから心配したんだぜ。ご心配おかけして申し訳ありません。ですが、ハーゼはずっとここにいましたわ。それはどういう。混乱しているようですわね。まあ、致し方ありませんが。三つ編みの姉ちゃん、もしかしてさっきの世界のことを知ってんのか。順を追って説明いたしますわ。先ほど皆さんが目にした世界は白空戦争の記憶ですわ。白空戦争の記憶。じゃあ、あれは夢みたいなもんだったってことなのか。でも、どうしてそんなもんがいきなり。理由は、このカードにありますわ。そういや、そのカードが光った瞬間にオイラたち。驚かせてしまったことは謝りますわ。ですが、実際に体験していただいた方が話も円滑に進むと思いましたので。このカードには一体小獣が封印されています。それもとてつもなく強大な聖小獣だって。その聖小獣はカードの中で白空戦争の記憶を何度も繰り返し、あらゆる戦い方を学習しています。やがて権限した現実世界で空の民に対し確実に勝利するために、このまま放っておけばいずれこの聖小獣は学習を終え権限を果たしてしまいますわ。そんな、どうにか止める方法はないんですか。そこであなたたちの出番ですわ。この記憶の中に入り込み聖小獣の学習を妨害してほしいのです。戦場であなたたちが聖小獣に勝ち続ければ、その分学習するべき情報は増えていきます。そうすれば権限の時も遠のき、いずれは空の民に打ち勝つことも不可能だと諦めると思いますわ。信じられませんか。いや、話がでかすぎてすぐには飲み込めねえってのもあるけどよ。そもそもどうして三つ編みの姉ちゃんがそんな武装なもんを持ってんだ。やはり信用していただくには、こちらも事情を打ち明けるのが筋というものですわね。ハーゼリーラ・アロイス・ガングス。それが、ハーゼの本当の名前ですわ。実はハーゼは、ガルゲニア公国と呼ばれる国の皇族なのです。皇族？ハーゼさんが？はい。このカードは国に代々伝わる代物で、聖小獣の企みを阻止することが皇室に受け継がれてきた使命なのです。しかしある日、このカードを悪用しようと考えた者たちがクーデターを企てました。そこでハーゼはこのカードだけは死守しなければならないと思い、密かに持ち出して逃げてきたのです。身分を偽っていたことは謝りますわ。ですが不用意に身の上を明かすわけにもいかず。けどよ、
ってことは三つ編みの姉ちゃんは今も逃亡中なんだよな。自分が狙われてるってのに別の事件に首突っ込んでていいのかよ。あなたのおっしゃる通り、おとなしく隠れていなぜも思いますわ。ですが、無抵抗の子供を恐怖に陥れるような事件を放っておけなかったのです。やはり突拍子もない話だと思いますか。そんなことないです。ハーゼさん、話し方も丁寧で優しくてすごく優雅な感じがしますし。信じてくださるのですね。ありがとうございます。幸いにも追っ手に見つかることもなく、こうして無事にカードは手元にあるのですが、残念ながらハーゼには聖少獣の企みを阻止する力はありません。そこでハーゼに協力していただける方をずっと探していたのです。もしも聖少獣の企みを阻止してカードを無意味なものと化してしまえば、クーデターを起こした者たちも悪事を諦め無事に祖国に戻れるのではないか。ハーゼはそう考えたのですわ。だからどうかハーゼの願いを聞き入れていただけないでしょうか。三つ編みの姉ちゃんを救えて聖少獣も止められるってなら断る理由がねえもんな。皆さん本当にありがとうございます。やはりとても良い方たちに巡り合いましたわ。よし、そうと決まれば全力でやってやろうぜ。今だ、行け。この調子ですね。うまくいったわ。純粋な心の持ち主って素敵ね。これでまた一歩目的に近づくことができた。これでまた一歩目的に近づくことができた。そうよね。うん、そう。これはあの子たちのため、あの子たちへの弔いなのよ。我が愛しき娘、ハーゼリーラよ。先ほどの品評会における振る舞い、王子にふさわしい品格であった。他の来賓の方々もお前を称賛していたぞ。わしも鼻が高い。お褒めに預かり光栄ですわ、皇帝陛下。今日はすこぶる気分が良い。望むならば何か褒美を用意しよう。いえ、あれくらいのこと、皇室のものとして当然の振る舞いですわ。そうか、亡き妻に似て実につつましやかに育ったものだ。ですが、その、ん、何か言ったか。いえ、何でもありませんわ。では失礼いたしますわ。何かしら。ああ、ハーゼじゃないか。あら、兄上ではありませんか。私の可愛いハーゼ、今日も会えて嬉しいよ。どうして兄上がここに？ここにお集まりの貴族の方々と何か関係があるのですか？ちょうど演奏会が終わったところでね。ハーゼにも見せたかったな。
私がタクトを振るい、楽団員と共に壮麗な音色を紡ぎ出すところを。相変わらず兄上は音楽に夢中でいらっしゃるようですわね。あら、ハーゼリーラ様ではございませんか。今日も美しいお召し物でいらっしゃいますね。ありがとうございます。そちらこそ金糸の髪によくお似合いのドレスですわね。あらまあ、嬉しいお言葉ですわ。実はこの日の演奏会のために新調したドレスでございますのよ。私、この日の演奏会をずっと前から心待ちにしておりましたの。さすがは広告が誇るマエストロですわ。私、時が過ぎるのも忘れて聞き惚れてしまいました。それは良い時間をお過ごしになられましたね。我が兄ながら誇らしいですわ。ハーゼリーラ様は音楽にご興味は？音楽も好きですが、ハーゼはむしろ絵に興味がありますの。暇を見つけては筆を取っていますわ。まあそうでしたか。ぜひとも一度拝見したいですわね。機会があればいつでもお披露目いたしますわ。やはり兄弟でございますのね。お二方とも揃って芸術分野にご興味がおありなんて。ということはハーゼリーラ様もカツェリーラ様同様、政治ではなく芸術に専念なさるのですか？あ、いえ、そんなことは。ご夫人、ご冗談を。ハーゼに政治の話はまだ早いですよ。そんなことありませんわ。ハーゼも政治の基本くらい心得ております。無理に背伸びをする必要はないさ。政治は兄上たちに任せておけばいい。ハーゼが難しいことを考える必要はない。こらこら、子供扱いしてはいけないよ。ハーゼリーラももう大人なのだからね。おや、おじ上ではありませんか。お前は相変わらず音楽に精を出しているようだね。元気そうで何よりだが。どうしておじ上がここに？本日は外せない用があって演奏会を欠席なさると聞いておりましたが。予定が早く終わってね、急いで駆けつけたつもりだったが、残念ながら間に合わなかったようだ。それよりハーゼリーラ、お前は兄と違って政治に興味があるのではないかね。はい、実はハーゼごときがおこがましいとお思いでしょうか。まさか。むしろ立派な心がけじゃないか。政治を学ぶのは皇室の者にとって義務に等しい。カッツェが例外なのだよ。しかしなぜだ。お前は兄以上に政治に無関心だと思っていたのだがね。とある孤児院への経済援助を行いたいと思いまして。ほう、孤児院の。はい、その孤児院には少々思い入れがありまして。しかし単なるわがままで皇帝陛下に申し上げることはできません。願いを聞き入れていただくにはそれに見合うだけの働きが必要かと考えました。ですのでせめてハーゼの力でお役に立てることはないかと独学で学んでいたのです。なるほど。ハーゼリーラにそれほど熱心な思いがあるとは知らなかったな。ならばその件については私から陛下に進言しておこう。本当ですか？ああ、もちろんだとも。それくらいお安い御用だ。ありがとうございます。ハーゼ、感激の至りでございますわ。まだまだ子供で政治の世界は早いと思っていたハーゼが密かに政治を学んでいたとは。兄の知らないところで妹はしっかり大人へと成長していたということだ。おっと、ずいぶん話し込んでしまった。
次の予定に遅れてしまうので、私はここで失礼するよ。外までお見送りいたしましょう。ご足労をかけてしまいましたので。ハーズはこの後も公務があるのかい？はい、残り2件だけですが。そうかい。でも無理をしてはいけないよ。お心遣いありがとうございます、兄上。困ったものだわ。いつまでも私を子供扱いして、私のことを何でも理解しているつもりで、そのくせ何も分かってないんだから。それに比べてお十重はとても良き理解者だわ。お十重こそが私が目標とするべき方ね。カッツェリーラ様もひどい言われようですね。ですがカッツェリーラ様もハーゼ様を大切に思ってのこと、仲睦まじきことは良きことですよ。あんた、私の気持ちが分かっててからかってるでしょ。敬語が嫌みったらしいわよ。相変わらずハーゼは口が悪いわね。私だってもう22よ。いつまでも子供じゃないんだから。カッツェリーダ様にとってはハーゼはいくつになっても可愛い妹なのよ。だってハーゼってお人形さんみたいで、思わずギュッとしたくなるくらいとっても可愛らしいんだもの。それ遠回しに子供みたいって言ってない？あら、そう？全然気づかなかったわ。あんた、ほんといい性格してるわね。ありがとう。褒めてないわよ。兄上は趣味に没頭できて羨ましいわ。こっちは立て続けの公務で忙しいっていうのに。ハーゼ、体調は大丈夫なの？最近ちょっと無理してるように見えるけど。平気よ。私の立場を考えたら、もっと頑張らないと父上にアピールできないもの。あの子たちのためにも休みたいなんて言ってられないわ。ハーゼってちょっと傲慢で意地悪なところがあるけど、何気に頑張り屋さんなのよね。だから憎めないんだけど。ちょっと、何ニヤニヤしてるのよ。何でもないわ。私がちゃんと見守っててあげなくちゃね。言っておくけど、レティにも働いてもらうんだからね。私一人じゃ手に負えないもの。はいはい、精一杯頑張らせてもらうわ。さ、この後も公務が立て込んでいるんだから、すぐに準備して次の会場に向かうわよ。お菓子作ってきたわよ。わー、甘い匂い。ちょうだいちょうだい。ほらほら、押さない押さない。ちゃんとみんなの分用意してあるから、一列に並びなさい。わーい、クッキーだ。いただきます。お菓子一つでこんなに元気になっちゃって、子供ってほんと可愛いんだから。よかった、ハーゼ楽しんでるみたいね。いつもすみません、ハーゼリーラ様、わざわざ足を運んでいただきまして。気にしないで院長さん、私が好きでやってるんだもの。絶対絵は下手くそなのにお菓子はすげえうまいんだよな。またあんたね、フレック。いい加減その一理方やめてほしいんだけど。
なんだよ、本当のことじゃねえか。絵が下手ってことは否定しないけど、いちいち言わなくていいのよ。お菓子が美味しいだけでいいじゃない。親切で言ってやってんだよ。絵もお菓子作りくらい上手になれって意味でさ。口の減らないやつなんだから。ねえ、知ってる？子供が特定の相手にちょっかいをかける理由って。なんだよ急に。それはね、その相手が好きだからよ。あんたもしかして私のことが好きなんじゃない？バカ、そんなわけないだろ。あら、顔真っ赤よ。図星だったのかしら。だから、ちげえっての。あら、そう。それはごめんなさい。もう、やめてあげなさいよ。大人げないでしょ。いいのよ。こういう生意気な奴にはお仕置きしてあげなくちゃ。はぁ、初めて会った時とは、大違いね。最初に突っかかったのは私だから、あまり人のことは言えないけれどね。あの頃はまだ私もおとなしかったのに、ネティと出会ってずいぶん負けん気が強くなっちゃったわ。でもこの孤児院に通ううちに、子供の可愛さや素直さを知ることができたでしょ。あんたはいつもそうやってごまかして。まあ、子供が好きになったのは認めるけど、だからレティとの思い出が刻まれたこの孤児院だけでもどうにか守りたいんだけど。あのハーゼリーラ様、何か気がかりなことでもあったのですか？どうして？いえ、なんとなくハーゼリーラ様が浮かないお顔をされていますので。もしかして近頃陛下がお姿をお見せにならないことと何か関係があるのかと思いまして。差し出がましい話であることは重々承知しておりますが、援助は続けていただけるのでしょうか。もしも新たな陛下が即位なさって援助が打ち切られてしまったらと思うと、この子たちが不憫で。心配しないで、父上は健在よ。それに仮に代が変わっても私が何とかしてみせるから。はあ、ありがとうございます、ハーゼリーラ様。はあ、ハーゼ、よく来てくれた。陛下、ご気分はいかがですか？今日はいつもより気分が良い。ハーゼ、もっと顔をよく見せてくれ。それで陛下、私にご用というのは？ハーゼ、お前にはずっと肩身の狭い思いをさせてしまった。お前もすでに察していると思うが、
わしの死はもう近い。ゆえにお前に託したいものがある。せめてこれを受け取ってくれ。しかるべき時、必ずやお前の助けになるだろう。これは。私が欲しいのはお金なのに、こんな古臭い紙切れなんかじゃ子供たちのお腹は膨れないのよ。けど文句を言ったところで何も始まらないわよね。私自身がどうにかしないと。ねえ院長さん、顔見知りの子が何人かいないけれど外出中かしら。ああ、その子たちなら里親が見つかったんですよ。公爵様の仲介でして。え、おじさまが。さすがおじさまね。やっぱり私の尊敬するべき人だわ。実は俺も、もうすぐ親が決まるんだぜ。あら、よかったじゃない。おめでとう。俺がいなくなるからって泣くんじゃねえぞ、ハーゼ。大げさね。死ぬわけじゃないんだし。今みたいなわけにはいかないけど、会おうと思えば会えるでしょ。いや、ダメだ。大人になるまでハーゼとは会わない。どうしてよ。おう、俺が大人になってすんげえかっこよくなったら、そん時にハーゼを迎えに行ってやるよ。へえ、なかなか男らしいこと言うじゃない。でも言っておくけど、早く大人にならないと私嫁入りしちゃうわよ。これまで何度も求婚を受けてるし、見合い話も数えきれないほど舞い込んでるんだから。そうよね、ハーゼって外面はすごくいいから結構モテるのよね。レティー、一言余計よ。嘘だ。こんな性格悪い女にもらい手なんているのかよ。その性格の悪い女に惚れたのはどこの誰でしょうね。私、のんきに絵なんて描いていて本当にいいのかしら。レティ言ったら、私に内緒で最近どこに行ってるのかしら。寂しいじゃない。失礼いたします。ハーゼリーラ様に会いたいという少年が訪ねてきたのですが。少年？名前は？フレックといえばわかると。フレックが？今まで城に直接訪ねてきたことなんてないのに、どうしたのかしら。あの、追い返しますか？いいえ、知り合いよ。案内してちょうだい。個人以外で会うなんて初めてね。なんか変な気分。あれからまだ一月よ。かっこよくなって迎えに来るにはまだ早すぎるんじゃない？それとも私のことが恋しくなってつい会いに来ちゃったとか？あんた、いつもの元気はどこ行ったのよ。俺、あれから新しい両親に引き取られたんだけどさ、けどあんまり会わなくって、だから勢いで家から飛び出してきちゃって。なるほど、そういうことだったのね。まあ
そういうことはよくあるわね。でもそれはあんたの責任じゃないし、気にすることじゃないわよ。けど、そりゃ責任感じるなって方が難しいか。ただでさえ一度親と離れてるのに、今度は自分から家を出てきたんじゃ、自分が悪いって思うわよね。わかったわ。今日は私の部屋に泊まりなさい。いいの？ただしこれは秘密よ。無断で他人を泊めたと知られたら、いろいろうるさく言われるから。これからのことは私が考えるわ。あんたは気にしなくていいからね。さ、おいで。うん。よっぽど疲れてたのね。普段は生意気でヘラ尽くしだけど、こうしてみるとまだまだ可愛い子供ね。さて、しばらく起きなさそうだし、それまでに絵を描き終えちゃおうかしら。あら、もうこんな時間だったのね。それにしてもこの子、よく寝るわね。寝すぎて夜に眠れなくなったりしないかしら。人の寝顔見てたら、なんだか私まで眠くなってきちゃったわ。ごめんなさい、ハゼ。ちょっと遅くなっちゃった。いいわよ、別に。それより、帰ってきて早々悪いけど、枕を一つ用意してくれない？え？どういうこと？フレックが来てるのよ。ちょっといろいろあって、今晩ここに泊めることにしたの。フレックが？それはいいけど、親御さんに連絡はしたの？ちょっと事情がややこしくてね。だから、レティにも相談しようと思って待ってたんだけど。あら、おはよう。じゃなくって、こんばんはかしら？どうしたのよ？まだ寝ぼけてるの？なんだか、フレックの様子が、目もうつろで、まるで、操り人形みたい。まさか、今すぐフレックから離れて。どうしたのよ、レティ。何かの冗談。言うなんて、お願い。ありがとう。あなたには伝えておきたいの。おじさまのこと。おじさまのこと？あの人は慈善活動の裏で引き取った子供を人体実験に
利用していたのよ。人体実験。それだけじゃないわ。あの人を中心に裏社交界になるものが存在しているらしいの。実験済みの子供を見せ物にしている。悪趣味な連中よ。私は以前から引き取られた子供が、その後何の頼りもないことが気がかりで、身辺調査を行っていたの。最近外出が多かったの。そのせい。その調査の過程で、あの人の秘密を知ってしまった。おじいさまがそんな、あの人は子供たちのために。フレックはおそらく、あの人が差し向けた資格よ。秘密を知った私を葬るために。そう、フレックが里親と会わなくて家を飛び出してきたっていうのも、それはきっと嘘。フレックは実験で洗脳されてこんなことをやらされたのよ。あなたに危害が及ばないように今日まで黙っていたの。ごめんなさい。あんたが謝ることじゃないわ。悪いのはすべておじさま。いえ、あいつでしょ。まだ片付いてなかったか。お願い、ハーゼ、あなただけでも逃げて生き延びて。何言ってるの。あんたも一緒に逃げるのよ。ハーゼ、私と仲良くしてくれてありがとう。家族を教えてくれてありがとう。だからあなただけは死なないで。家族を失うのはもう嫌だから。死んだか。おいガキ、何ぼーっと突っ立ってる。さっさとそのお姫様も始末しろ。はい、わかりました。どうすればいいの。武器なんて置いてないし、素手で戦う方法も知らない。仮にフレックから逃げられたとしても、扉の前にはあの憲兵がいる。他に逃げ場なんて。ごめん、レティ、あんたとの約束守れそうにない。な、これ、父親からもらったカードが。何時、己を欺瞞で飾りし者よ。これはどういうこと。あんた
は誰なの？我が名はザ・ムーン。あらゆる欺瞞を暴き、すべての真実を偽りで飾る者なり。なんだこの化け物は。あんた、もしかして聖少女？いかにも。汝の瞳に映る命の光は欠け、失われようとしている。迷うは愚かなり、鉄槌こそ慈悲なり。あんた、それって私にフレックを殺せって言いたいの？この聖少女の言う通り、もしここで私が死んでしまったら、あいつに復讐は果たせない。でも、だからってこの子を殺すなんて。お願い、俺を殺して。ガキだ。暗殺に失敗したら俺も殺される。化け物なんかにビビってられるか。まとめて始末してやる。死ぬのはあんたの方よ、ムーン。あんたの力を貸して。この場で起きた真実は公にはさせない。レティは死ななかったし、フレックは誰も殺さなかった。真実は私が一人で背負うわ。あんたの力で全てを消し飛ばして、ここでは何も起きなかったのよ。真実を偽りで飾るか。よかろう。何時に力を授ける。ありがとう、ハーゼ。さよなら、フレック。レッティ、あんたたちの無念は必ず。ことになって言葉もありません。泣くな。これは今生の別れではない。必ず私はこの国へ戻ってくる。それが審判の時だ。カッツェリーラ様、あなた様はいずれ皇帝となるお方、その器をお持ちです。ですからカッツェリーラ様、どん底にあろうと気品だけは忘れてはいけません。権威には気品が必要なのです。民から尊敬されるよう常に気品を養い続けてください。よかろう。ならば私は今日からガルゲニアの正当なる皇位継承者として振る舞おう。ハーゼリーラ様は？ハーゼは兄上に付き従いますわ。兄上が次期皇帝ならば、ハーゼは次女として振る舞いますの。ああ、
なんとけなげなことで。ハーゼよ、これから苦労をかけることになるが、どうか愚兄を支えておくれ。はい、ハーゼはいつでも兄上と一緒ですわ。このような事態を招いてしまったのは、すべてこの愚兄が奴らの企みに気づけなかった浅はかさゆえ、ただそばにいてくれるだけで兄にとっては何よりの心の支えなのだ。はい、やはり兄上はこんな状況でさえ私を一人の大人として頼ってはくれないのね。だったら私も兄上には頼らない。私は私の力だけで復讐を果たすのよ。本当にお人よしな子たち、ついさっき会ったばかりの私のために命を懸けて戦うなんて。何時の目的のため協力を仰いでみてはどうだ。戦力としても申し分なかろう。戦力としてはね。でもあんなに優しい子たちが復讐なんて血生臭いことに手を貸すと思う？復讐って何ですか？それにハーゼさんの隣にいる聖少女、カードから感じた気配と同じです。その聖少女を懲らしめるためにオイラたちは戦ってたんじゃなかったのかよ。だったらなんで三つ編みの姉ちゃんはそいつと仲良くしてんだ？オイラたちのこと騙してたってんのか？どうやらお人よしだけど間抜けってわけじゃないのね。ねえ、そうよ、私はあんたたちを騙していたわ。私の本当の目的は祖国ガルゲニアの皇帝になること。権力をこの手にしておじやウラシャ公会の奴らを一人残らず処刑してやるのよ。公衆の面前に引きずり出してあいつらの罪を告白させてやる。命を奪うだけじゃ済ませないわ。おいおい、話が見えねえぜ。なんで処刑なんて武装なこと考えてんだよ。この世界には生きている価値のないクズどもがたくさんいるってことよ。ねえ、あんたたち私の手駒にならない？私が皇帝の座に着いたらどんな褒美でも与えてあげる。悪い条件じゃないでしょ？物で釣られるほど安い心じゃないってわけね。ハーゼさんがどうしてそんなことを考えてるのか私にはわかりません。でも処刑とか復讐とか優しいハーゼさんには似合いませんよ。あんたたちならそう言うと思ったわ。どうせ私の事情を知ったとしてもあんたたちは別の方法を探そうって私を諭そうとするんでしょうね。いいわ、だったらあんたたちは用済みよ。私の復讐の礎になりなさい。輝きにて幻惑せしむる者、この世は万有、さて何を見出すか。そんなもんじゃないだろ。行くぞ、人境展開。見果てぬ境地へいざ参らん。
暗示が了見違い、正してくれよ。私の全力見せてやるぞ。目障りよ。これでこそ戦よ。アストロデストラクション、灼狂レンジシー、灼狂レンジシー。名もなる者よ、滅びよ、砕けよ。人狂らせん。そこ、待って待って。我、輝きにて幻惑せしむる者。覚悟なき者は去れ。良き助けだ。邪魔すんな。くらえ。遅い。また。こっさっさびとなれ。見えたぞ、暗示が滅び。本気で行くぞ。見果てぬ境地へ、いざ参らん。覚悟を決めろ。逆らうは汝が過ちと知れ。あたしの全力見せてやるぞ。遅い。くらえ。遅い。さっさびとなれ。その時は我が身につけよう。この貫くさ恐怖を。次は絶対に勝つか。さよなら、バイバイの時間だ。人狂展開。くらえ。遅い遅い。さびとなれ。我が導きのもと、我が聞こえて敵を受けて。おっぱれなり。暇つぶき八つ咲きだ。援護に感謝する。認知してやる。決めてやる。わあ、めんどくさい。邪眼の恐ろしさ見せてあげる。どう？人狂らせん。ベリーナイスディープランテンプリー。くらえ。どうせ。我が力の真髄を見よ。その心に刻みつけよう、恐怖を。守り抜いてみせよう。いや、遅い。くらえ。今楽にしてあげる。
手加減なしの全力よ。やっちゃいなさい、メルシオだ。くらえ、恐れして目障り。やってくれたわね。はぁ、めんどくさい。どう？おとっ、我が導きの元、乱乱しといて仇をうがて。一旦しただけよ。真剣の力受け、人形展開。命にしてやる、決めてやる。我が奥義、耐えられるか。人狂熱戦、ごしちょよなら万歳。加速機光に過ぎるか。土の加護があらんこと。他の者はこの世界から抜け出し、すでに彼方へと旅立った。全ては復讐を果たすために。よかろう、ここまで関わりを持った以上、何時らにも知る権利があろう。ハーゼさんにそんな過去が。ひでえ話だぜ。三つ編みの姉ちゃんが復讐したがるのも無理ねえな。で、お前はどうしてここに残ってんだ？そもそもお前は何者だよ？我が名はザ・ムーン。アーカルムシリーズの一柱になり、アーカルムシリーズの全ての聖少獣は元は異なる姿をしていたが、ワールドにより新たに作り変えられた。ワールドとは我らアーカルムシリーズの始祖たる聖少獣である。ワールドはアーカルムシリーズの理想郷たる新世界の創造を企んでいる。新世界の創造。今後、白雨戦争に匹敵する大規模な戦争が勃発した時、必ず我らが勝利を果たせるよう、強力な空の民との戦闘のデータを収集する必要があった。そのデータ収集のため、我らが戦う相手として選ばれたのがナンジラだ。オイラたちも。つわものの戦術や知略は実戦において何者にも代え難い有益な情報。ワールドに操られた我は、かの者に力を貸す見返りとして、つわものを差し出す契約を結ばせたのだ。そんなこと企んでやがったのか。でもよ、オイラたちにその秘密を話しちまっていいのか。ナンジラとの熾烈極まる戦闘により、ワールドに縛られていた鎖は解かれた。他の者はああ見えて芯が強い。我がいなくとも不撓不屈の精神で目的を成し遂げるであろう。ワールドの呪縛も他の者もなき今、我を従える者はなし。故に何時らにこの身を預けよう。今この時より、何時らが新たなる主である。皆さん、お
久しぶりですわ。ハーゼさん。正直、会いに来てくださるとは思いませんでしたわ。ハーゼはあなたたちに対して、あんなにひどいことをしてしまったのですから。そんな、こっちこそ、あの時はハーゼさんの気持ちも知らずに。いえ、悪いのはハーゼですわ。皆さんを利用していたのですから。でも、オイラたちはどうしようもなくお人よしだからな。でも、ハーゼのしたことは許されることでは。私も同じ気持ちです。ハーゼさんのしたこと、もう気にしてないです。あの後、ムーンからハーゼさんの過去を教えてもらいました。あの話を聞いて、私、どうしても、ハーゼさんが悪い人には思えないんです。本当におかしな人たちですわ。皆さんに負けて、一人になって、ハーゼも考えを改めましたの。ハーゼは間違っていました。復讐を果たしたところで、大切な人たちは、二度と戻ってこないと。ハーゼさん。ですが、だからといって、おじやウラシャ公会の人間を、許すことはできません。自分たちの行った非道について、一生をかけて反省し、償っていただきたいのです。しかし今のハーゼには、おじたちと渡り合える戦力や人脈がありません。そこで協力者を探し求め、世界を放浪した末、あなたたちが信頼に足ると判断しました。あの時の行いを水に流してほしいなどと、甘えたことは言いませんわ。ですが、もしもハーゼを信用していただけるのであれば、あなたたちの力を貸してくださいませんか。まあ、三つ編みの姉ちゃんの事情を聞いたら、やっぱ仏ねえもんな。ありがとうございます。ムーン、聞いていましたね。久しいな、双剣であったか。今日はびっくりするじゃねえか。あなたの力が必要です。当事者であるハーゼが傍観者でいるわけにはいきませんわ。だからこの方たちと共に戦うため、もう一度ハーゼに力をお貸しくださいますか。よかろう。何時が心の欺瞞と真実あまねく受け入れん。どうやらハーゼは皆さんのお飾りにならずに済みそうです。皆さん、改めてよろしくお願いしますわ。出てきなさいよ。今なら誰も見てないわ。我を呼んだか。あんた、私に隠してることがあるんじゃない？何故そう思う？あんた、あの子たちと戦った時、手を抜いたんでしょう。いいえ、正確には本気で戦ったけれど、ワールドの呪縛が解けたと確信して勝利を譲ったと言うべきかしら。我の真なる目的はワールドの打倒。ワールドの呪縛から解き放たれたならば勝敗など些細であろう。それは分かってるわ。でもそれだけが目的じゃないでしょ。私に敗北を味わわせて
考えを改めさせるのが狙いだった。違う？私たちの間で腹の探り合いなんて無意味でしょ？何時は皇帝の器にあらず。悪政に栄える国はなく、果ては異分子の狂人に倒れるであろう。しかし道は一つのみならず、汝の兄を皇帝に祭り上げ、汝の傀儡とする。さすれば汝の悲願は成就するであろう。汝は少々過信の嫌いがある。我が助言したところで素直に耳を傾けなかったであろう。しからば現実を突きつけ、自制を促すが最善と判断したまで。我はこう見えて汝のことを気に入っているのだ。言ってくれるじゃない。悔しいけど、あんたの狙い通りになったってわけね。あんたを失っていろいろな場所を回っている間、私も同じことを考えていたのよ。兄上ならどんな嘘でも、私の言うことなら真実だと思い込んでくれそうだもの。それなら、私がわざわざ皇帝になって矢面に立つ必要もないものね。そう。叔父も浦社航海の奴らも、全員炙り出して兄上に処刑させればいい。証拠がなければ罪をでっち上げてでも処刑台に送ってやる。そういうことだ。ほんと食えないやつね。どうしてこんな性格の悪いやつが私のパートナーなのかしら。似た者同士、運命のもとに惹かれ合ったのであろう。ところで、汝は先刻から何を書いておるのだ。決まってるでしょ。祖国の風景よ。ほう、なんとも奇怪な絵であるな。あんたまで下手くそだって言う気？気に障ったか。いいえ、大好きよ。私は一度の失敗で諦めたりはしない。たとえ卑怯だと罵られようと、どんなに恨みを買おうと構わない。必ずあいつらを絶望の底に叩き落としてやるわ。悪いわね。でも私は立ち止まる気はないのよ。これからもよろしくね、団長さん。随分年季が入っておったからな。しかし良い機会ではないか。新しい筆に買い替えれば少しは絵が上手くなるかもしれないぞ。重症であるな。いつもの悪態はどうした。汝らしくもない。そんな気分になれないだけよ。
たかが筆であろうに、何故そうまで気に病む。たかがじゃないわ。これはあの子、レティからもらったものなのよ。私にとって命と同じくらい大事なもの。ほう、これは驚いた。何時がそのような情を持ち合わせておるとは。いや、そのような情があるからこそ燃え盛る復讐心の糧になり得たということであろうな。しかしその様ではもはや絵など描けまい。予備はあるのか。持ってないわ。この筆以外で絵を描こうなんて今まで一度も思わなかったから。そもそも壊れたなら直せばいいだけよ。そこにある紐を取ってくれる？こんなもので直せるとは思えぬがな。やらないよりマシよ。早く貸して。やっぱり素人には無理ね。専門の人に修理してもらうしかないわ。何時も諦めが悪いな。そういうところは嫌いではないが。一言余計なのよ、いつも。ほら、さっさと行くわよ。結局無駄足だったわね。専門の人間がサジを投げたのだ。やはり買い替えるのが得策であろう。事実、店の者も買い替えるよう勧めていたではないか。相手だって商売だもの。そういうのは当然だわ。私だってそれが妥当な選択だって分かってるつもりよ。でもレティからもらったこの筆以外で絵を描いたら、あの子を裏切るような感じがして。何時の口から裏切りという言葉が飛び出すと別の思惑を疑ってしまうのだがな。いや、冗談はよそう。何時の真摯な思いに無礼であるな。珍しいじゃない、あんたが私に気を使うなんて。何時とはそれなりの付き合いになった。我も情が芽生えたのかもしれぬ。レティと言ったか。何時がそこまで大切に思う友人に一度会ってみたかったものだ。あんたを会わせたらきっと驚くでしょうね。その光景が目に浮かぶわ。なんだか湿っぽくなったわね。今日はもう帰るわよ。三つ編みの姉ちゃん、どうしたんだ？深刻そうな顔で店を回ってたのに結局何も買わずに帰っちまったな。お絵描きの筆を探してたみたいですが、ハーゼさんが気に入るような筆が見つからなかったんでしょうか。それか、欲しい筆は見つかったけど手持ちがなかったのかもしれねえな。お小遣いが足りなくて買えなかったとしたら悲しいですもんね。あの、それならハーゼさんに筆をプレゼントするのはどうでしょう。私たちが選んだもので喜んでもらえるかわかりませんけど、あって困るものじゃないですし。
そりゃいい案だな。お前はどう思う？ああ、きっと驚くと思うぜ。楽しみだな。半ば予想していたことだけれど、実際に直せないと言われると結構答えるわね。でも他の町なら、いや、諦める決心がついたか？ええ、尺だけど、あんたの言う通りだった。潔く諦めるわ。それがよかろう。囚われる過去など不要。過去を捨てるため新たな筆に買い替えるのだな。何を勘違いしているの？私が諦めるのは絵の方よ。筆がないなら絵を描けない。だから絵を描くことを諦める。そういう意味よ。我の聞き間違いか？何時は先ほど潔く諦めると言ったはずだが、何時の選択は潔いどころか、むしろ悪化しているではないか。見解の相違ね。私はレティを裏切ってまで絵を描き続けようとは思わない。絵を描くことはあくまで趣味。そう、所詮は趣味なのよ。別に絵が描けなくても死ぬわけじゃないんだから、最初から悩む必要なんてなかったのよ。あー、すっきりした。この話はもう終わり。今回は付き合わせて悪かったわね。それは何時の本心か？我にはただの強がりのように見えるのだがな。なんであんたにそんなことがわかるのよ。それなりの付き合いになったと言ったであろう。誰よりも我が何時の表も裏も見てきたのだ。再び問おう。それは何時の本心か？そんなの何度聞かれたって答えは変わらな。こんな時に一体何の用かしら。我は身を隠すとしよう。どうぞお入りになって。お邪魔します、ハーゼさん。悪いな、急に押しかけちまってよ。団長さんに B さんも。いえいえ、どうぞお構いなく。それでハーゼに何か用でしたか？まずはごめんなさい、ハーゼさん。え？どうしていきなり謝るのですか？実はオイラたちよ。そうでしたか。ご心配をおかけしてしまったようで申し訳ありませんわ。で、三つ編みの姉ちゃんに筆をプレゼントしようって話になってな。ハーゼさんが気に入ってくれるかわかりませんけど、受け取ってくれたら嬉しいです。ハーゼに？ああ、なるほど。この子たち、私、ハーゼに？その、ああ、なるほど。この子たち、私が筆を修理するために店を回っていたことを知らないのね。何らかの事情で筆が買えなかったと勘違いして。
でも私はあの筆以外で描きたくなんか。あの、お気持ちは嬉しいのですが、そんなに高価なものは受け取れませんわ。おいおい、遠慮しなくていいんだぜ。これで好きなだけ絵を描いてくれよ。遠慮ではありませんわ。実は以前から絵はもうやめようと考えていまして。描き続けても上達しないのですから、やめるのにちょうどいい機会だと思うことにいたしますわ。別に下手でもいいじゃねえか。だって好きなんだろう。そうですよ、ハーゼさん、絵を描いているときすごく楽しそうじゃないですか。私、ハーゼさんが楽しそうに絵を描いている姿が好きなんです。だからこれからも続けてください。そう言われましても。ハーゼにはずっと絵を描き続けてほしいから。新しい筆が欲しいって言ってたでしょ。本当はもっと高くていい筆を買いたかったんだけどね。これで我慢してくれる？我慢なんて十分すぎるくらいよ。ありがとうレティ、一生大切にする。この筆以外ではもう描かないわ。ったら、そう言ってくれるのは嬉しいけど、筆は消耗品なんだから、ダメになったら遠慮なく捨てていいんだからね。ハーゼにはずっと絵を描き続けてほしいから。そうだったわ、レティもああ言ってたじゃない。どうして忘れていたのかしら。絵を描くことをやめたら、それこそレティに対する裏切りになる。だったら、私は。あの、ハーゼさん？ああ、いえ、何でもありませんわ。前言は撤回いたします。その筆、いただいてもよろしいですか？もちろんです。どうぞハーゼさん。ありがとうございます。大切に使いますわ。こんなに素敵なものをいただいたのですから、何かお礼をしなければいけませんわね。みんな気使うなって。お礼目当てでプレゼントしたわけじゃねえんだからさ。それではハーゼの気が済みませんわ。遠慮なくおっしゃってください。そういうことなら、ハーゼさん、私たちに絵を教えてくれませんか？え？ハーゼか、ですか？ご存知かと思いますが、ハーゼの絵はそれほど褒められたものではありませんが。ハーゼさんに教えてほしいんです。ダメでしょうか？ああ、この子は絵が上手くなりたいわけじゃなくて、一緒に楽しく過ごしたいだけなのね。まあいいわ、そういうことなら。わかりました、ハーゼでよければ引き受けますわ。ありがとうございます。やれやれ、
幼い子供みたいに無邪気にはしゃいじゃって、ほんと眩しくて羨ましいくらい。何時よ、何故心変わりを。あれほど堅くなだったではないか。別に大した意味はないわ。考えてもみなさい。素直にプレゼントを受け取った方が、あの子たちの心象が良くなるでしょ。そうなれば今後も利用しやすい関係でいられる。言ってみれば打算ね。打算か。その割には随分純粋な眼差しではないか。うるさいわね。そのニヤついた笑いを今すぐやめなさい。まあ今日くらいは打算抜きに過ごすのも悪くないかしらね。この先に帯同する世界がいるんだよな。少し待ってください。え、どうしたんだよ。それが、その帯同する世界の気配がこの先から消え、すぐ近くに帯同新世界創造の最後の障害はやはりお前たちか。おいおい、なんだよあれ。この気配、姿は変わっていますけど間違いありません。帯同する世界です。お前たちが最後まで俺に盾つくだろうことは予想できた。だがアーカルムシリーズに選ばれし賢人までもが俺に反旗を翻すと。ザ・ムーンに選ばれし賢人よ、なぜ新世界創造を拒絶する。復讐を望んでいたのだろう。祖国にはびこる闇のすべてに奴らを消し去り、俺たちの手で理想の世界を作る。最も効率よく確実な方法だ。復讐は果たすわ。でも利用するのはあんたじゃない。あんたの駒として新世界を飾るになるってごめんよ。それに団長さんたちの方が強いもん。なんだと。ハーゼは団長さんたちのおかげで考えを改めましたの。復讐は何も生みません。ハーゼが望むのは叔父たちが改心して償うこと。それを真に促すのは力ではなく偽りなき言葉ですわ。それに強大な力を持って弱者を虐げる。あなたの行いは叔父たちと同じです。空の世界を滅ぼそうなど、誇り高きガルゲニア公国の皇族としてハーゼはあなたの企みを許しませんわ。主の悲願、そして我が悲願、成就の時は近い。真実を背負い歩む者よ、汝が真に求める結末に至るべく
我は力を貸そう。汝が心の欺瞞と真実あまねく受け入れる。激励痛み入りますわ、うん、脆弱な人の身でありながら神の使徒の依り代となりし者、選ばれし者、聡明な人間という意味で敬意を込め賢人の称号を授けたのだが、どうやら俺の見込み違いだったようだな。ならばいいだろう、好きにするがいい。お前もお前に付き従うアーカルムシリーズももはや不要だ。だが賢人よ、覚えておけ。その選択がどのような結果を導くのかを、いずれお前は知ることになる。己の選択した道が誤りであったということにな。ええ、頼りにしています団長さん。しかし無茶は禁物ですわ。あれが帯同する世界ですか？私たちが見た時とは。ここに至る、それがお前たちの意志か？新たなる世界の異物ども、そして神たる俺に反旗を翻した愚かな賢人に、アーカルムシリーズよ。きっと大丈夫ですわ皆さん。本音を言えば恐れはありますが、ハーゼたちが一緒ならどんな困難も乗り越えられるはずですわ。何時らの強さは我が保証す。恐れを勇気に、絶望を希望に変えてみせよ。我ら一丸となり、今こそワールド打倒を果たそうではないか。いっそ哀れだな。所詮は作られし者、創造主の思考には遠く及ばない。この俺とお前たちの歴然たる差を、偽造物の限界を、その身をもって知るがいい。創造主たる俺がアーカルムシリーズに命じる。お前たちは廃棄だ。二度と俺の手を煩わせるな。ムーン、どうしたのですか、ムーン。無駄だ。アーカルムシリーズは今この時をもって廃棄した。もはや動くことはない。時期に形も失われる。ことだよ。っていうかてめえ何したんだ。創造主たる俺が被造物を廃棄した。ただそれだけの話だ。被造物は常に創造主の支配下にある。アーカルムシリーズとは、悪空戦争で終わりを迎えた聖少獣のコアをもとに俺が作り上げた聖少獣だ。
自我を持とうが俺を恨みろが所詮は俺がこの手で作り上げたものにすぎん。創造主を侮るなよ。アーカルムシリーズという存在は俺からの干渉を拒むことはできない。お前たちの運命など最初から俺の手のひらの上だ。そんな、それじゃあ私たちは。そうだ、お前たちが組み交わした時間も絆も全て無駄な塵アクタと変わらん。なんてひどいことを。望まない意志に支配され、まるでおもちゃのように扱われる非道さをハーゼは痛いほど知っています。祖国を追われたハーゼにとってムーンは今やハーゼの心の支えであり、大切な友人の一人。そんな彼を同じ形で失いたくはありません。悲劇は一度で十分です。残酷な手段をためらいなく実行するあなたとはやはり相入れません。決して許しませんわ。何をやっているのムーン。どんな相手だろうと好き勝手やられて黙ってるあんたじゃないでしょ。あんたが焚きつけた復讐なのよ。勝手にいなくなるなんて許さない。さっさと戻ってきなさい。一つだけ褒めておいてやる。お前たちが得たデータ非常に有用なものだ。そのデータだけは俺が有効に活用してやる。喜ぶがいい。滅んでなお新世界の礎になれるのだから。私だけじゃ復讐は果たせない。あんたの力が必要なのよ。早く目覚めなさい。三つ編みの姉ちゃん、早く脱出しねえと。ここにいたら危険です。ハーゼさん、一旦船に戻りましょう。嫌ですわ。ムーンまで失ったらハーゼは。恨むなら恨んでくれて構わない。だが団長たちまで失うわけにはいかないんだ。よかった、目が覚めたんですね。ずっと起きねえから心配したぜ。
ここは我々の前線基地だ。あの後、私が気絶させてここへと運び込んだんだ。その団長さん、モニカさんを恨まないであげてください。モニカさんは団長さんたちを助けようと。団長、ついてきてくれ。説明するよりも見てもらった方が早い。我々が複製された世界を脱出した後、突然あれが現れたのだ。先行した調査団の報告によれば、あの球体の中には見たことのない世界が展開されているらしい。またあの球体が時とともに巨大になってきているという連絡も受けている。おそらくこのまま膨張を続ければ。それとあの球体からは帯同する世界の気配を感じるんです。ってことはやっぱりあの球体が帯同する世界ってことか。おそらくですが。このままあの球体を放置すれば、そう遠くない未来この世界は飲み込まれてしまうだろう。状況は最悪だ。だが手をこまねいでいるわけにもいかん。団長、その辛いとは思うが、どうか力を貸してくれないだろうか。ハーゼさんとムーンさんを助けて、みんなで一緒に帰りましょう。一人ぼっちにはさせねえからな。待ってろよ。すまない。それとありがとう、団長。ここは一体。私たちはワールドと対峙していて、ムーンがあいつに意志を奪われて。ハーゼ、誕生日おめでとう。じゃーん、ケーキも用意したよ。誕生日、私の。ここは孤児院よね。いつの間に。何がどうなってるの。間抜けな顔だな。驚いたかよ、ハーゼ。サプライズ成功ね。この声は、そんな、まさか。フレディ、フレック、どうして、どうして生きてるの。どうしてってどういうこと？まるで私たちが死んだみたいな言い方じゃない。おいおい、勝手に殺すなっての。やべ、もしかしてサプライズ失敗か。ごめんなさい、ハーゼ、びっくりさせすぎちゃったみたいね。ああ、違うわ。驚いたのは本当だけど、あまりに予想外だったというか、なんだか不思議な気分なの。まだ夢の中にいるようなふわふわした感覚があって。きっと疲れて寝不足なのよ。最近公務が続いてたからあまり休めなかったでしょ。なんだ、ただの寝不足かよ。心配して損したぜ。それは心配しちゃうわよね。サプライズを言い出したのはフレックなんだから。うわぁ、レティ姉ちゃん、それ秘密だって言っただろ。あら、そうだったかしら。ごめんなさい。
ったく、レティ姉ちゃんも意地悪だよな。誰に似たんだか。ホーゼ、どうしたの？何か変なこと言ったかしら？ううん、なんだか安心したの。いつもの光景だなってね。何言ってんだ？ハーゼ、頭でも打ったんじゃねえか？相変わらず口が悪いんだから。そんなあんたにはこうよ。じゃ、やめろって。私を驚かせたお仕置きよ。黙って受けなさい。そうよ。あれは悪い夢だったのよ。レティやフレックみたいないい子たちが殺される理由なんてない。あるわけがない。ありがとう、みんな。誕生日を祝ってくれて、とっても嬉しいわ。今日は目いっぱい遊びましょう。クッキーにケーキ、チョコレート。うん、これだけあれば十分ね。張り切って作りすぎちゃったけど、たくさんあって困るものでもないでしょうし。みんな喜んでくれるかしら？ええ、もちろんよ。やっぱ、だよね。ん？レティとフレック？二人きりで何を？だってハーゼと仲良くしていれば、カッツェリーラ様とか兄弟の誰かと仲良くなれる機会が増えるでしょ。そうなれば玉の腰も夢じゃない。お城で優雅な生活が送れるのよ。俺ももっと頑張らねえとな。お金をくれなんて直接言ったら怪しまれるだろうし、もっとこびた感じで仲良くすりゃ、ハーゼの方から援助したいって言ってくるかもな。レティ、フレック、私のことをそんな風に見ていたの？身分なんて関係ない、対等に一人の人間として接してくれていると思ってたのに。嘘よ、何かの聞き間違いだわ。そうに決まってる。どうしたの、ハーゼ？顔が真っ青よ。熱でもあんのかよ。ちゃんと休まないとダメだぜ。二人とも、いつの間に。ほら、この匂いは、お菓子を作ってきたの？たくさんあるじゃない。重いでしょ？手伝うわ。お菓子？やったぜ！ハーゼってやっぱ最高だな！ありがとう。ハーゼ、私たちって親友よね。ずっとずっと親友よね。好きだぜ、ハーゼ。いつまでも仲良くしてくれよな。いや、来ないで！ごめんなさい、つい。二人とも大丈夫？死んでる？そう、私が殺したの？そんな、そんな。そう、ハーゼが殺したようなものよ。あの時、私はまだ息があった。ハーゼが応急処置をしてくれれば、私は生きられたかもしれない。あの時って、じゃあやっぱりあれは現実で、レディもフレックも。そう、死んじゃった。ハーゼに殺されたからね。違う、違うの。私だって本当は救いたかった。でも、あの時は焦るしか。
何も違わないよ。俺はハーゼに命令された青少獣の一撃で殺されたんだ。すごく痛かったぜ。ハーゼには分かんないだろう。違う。いいえ、違わない。そうだ、私が殺した。ようやく自覚したか。どれだけ嘘を重ねようが、お前の罪はそこにある。欺瞞で己を飾る者が欺瞞の世界に落ちると、皮肉、いや当然の末路か。あっけない幕切れだったが、手早く済ませよう。お前が集めたデータを解析する。まだ終わりではない。機能は完全に停止させたはずだが。欺くのは我の得意分野でな。完全無局、この通り無事よ。学ばない奴らだな。俺を欺いてどうなる。何か状況が変わるのか。お前たちはこの世界に囚われた。もはやただ死を待つのみ。どう言い作ろうと変わらん。何がおかしい。何時に取り込まれること、それ自体が我の策だとしたら。虚勢か。俺の油断でも誘いたいのか。ハーゼリーラ・アロイス・ガングレス、我が契約者よ。聞こえているか。奪われたはずじゃ。敵を騙すにはまず味方からということだ。訳は後で話そう。何時に問う。何時の目的は何だ。裏社交界に関わる人間、かの者らを皆処刑することではないのか。裏社交界、処刑。そう、叔父の裏社交界の奴らも全員あぶり出して兄上に処刑させればいい。証拠がなければ罪をでっち上げてでも処刑台に送ってやる。必ずあいつらを絶望の底に叩き落としてやるわ。そうよ、皇帝についた兄上を裏で操ってあいつらを処刑する。それが私の目的で願いよ。でも本当はそんな回りくどいやり方じゃなくて、私がこの手で直接殺してやりたい。生まれてきたことすら後悔するほど苦痛を与えてやりたい。絶望なんて生ぬるいくらいね。だけど裏社交界の全容を暴くには権力に頼らざるを得ない。皇帝になる実力も器もない私には、結局は兄上に頼るしか道はないの。不甲斐ないことにね。どんなに強がっても私一人の力なんてそんなもの。自分何時が我の前で弱音を吐くとは珍しいこともあるのだ。ならばその願いが叶うなら
何時は再び立ち上がるか。願いが叶う。何時が欲するのは権力ではなく、本心を欺瞞で覆い隠した者どもを明らかにすることであろう。そうよ、裏社交界に関与している人間を全員特定できれば兄上に頼る必要はないもの。でもそんな魔法みたいな力、私には。それは真実を映す鏡なり。鏡に映るはその者の本心や強く刻まれた記憶、つまり内面だ。この力を利用すれば標的を選別し特定することができるであろう。汝にとってはこの上ない力ではないか。つまりその力があれば私一人でも復讐を果たせる。そういうことよね。何よその反則技。あんたも罪なやつね。こんな素晴らしい力があるならどうして最初からよこさないのよ。やむを得ないと判断したからだ。我の力は汝の感情の強さに比例する。汝の感情が弱まったままでは我はワールドに抗う術がない。抗うには汝に立ち直ってもらう必要がある。その見返りとして授けてやろうということだ。それに汝にこの力を与えれば我の本心が汝に筒抜けになってしまうであろう。よく言うわ。どうせあんたにだけはこの力は効かないんでしょ。そう思うのであれば後で試してみればよかろう。相変わらず腹の底が読めないやつね。利用されてるみたいで気に食わないけど。お互い様ではないか。そうかもね。いいわ、あんたの企みに乗ってやろうじゃない。これは何が起きている。ほう、これは力が溢れてくる。いい気分ね。よくやった。これぞまさに我が望んでいた状況だ。ワールドにあえて取り込まれた甲斐があったというものよ。俺の一部を吸収したのか。虚実を織り交ぜてこそ嘘は進化を発揮するということか。汝が我らを利用したつもりが、その実我らが汝を利用したのだ。ハーゼにばかり気を取られすぎた汝の落ち度だ。我としては好都合だ。だが無駄な動きだ。その程度の小細工で俺を上回ったつもりか。いいや、かなわぬであろうな、今のままでは。何？ハーゼよ、もう少々我の策に付き合ってもらうぞ。いいわよ、貸しにしておいてあげるわ。
ならば何時よ、その手でかの者らをほふるその時を想像せよ。跡形もなく吹き飛ばすわ。ブザの命乞いさせてズドンとね。どうかしら。何時らしいやり口だ。しかし痛みも恐怖もない死など味気ないと思わぬか。確かにそれもそうね。だったら指を一本一本じっくりへし折っていくのはどうかしら。目玉をえぐり取って食べさせるのも、生きたまま内臓を引きずり出すのも面白そうね。想像しただけで楽しみになってきたわ。愚かな、己の敗北を悟り空想の慰みを選んだか。真実と向き合うことから逃げ、都合のいい妄想に生きるなど下道に落ちたというほかない。何とでも言いなさい。結果的にだとしても、私は、私を大事に思ってくれていたあの子たちをこの手で殺した。私はね、とっくに壊れてるのよ。いいぞ、その調子だ。もっと感情を高ぶらせるといい。下道？いい響きじゃない。だったら下道にふさわしい殺し方であんたを殺してやるわ。今こそワールドを打倒する時。行くぞ。ええ、あいつを八つ裂きにしてこの世界から抜け出すわよ。無駄だ。所詮お前たちの力は幻想。どう虚勢を張ろうと。背けるな。お前たちの力はこの程度なのだ。それはどうかしらね。バカ、お前たちの時に侵食を許すなど。よくもレティたちを利用してくれたわね、ワールド。誰にも私の邪魔はさせない。集体を晒して散りなさい。やむを得ぬか。何しよう、我に捕まれ。見事であったぞ。あのワールドをあそこまで追い詰めるとはな。何時を見込んだ我の目は間違いではなかったようだ。あんたに褒められるとなんだかむずがゆいわね。悪い気はしないけど。でもあいつを仕留めきれなかった。それだけが心残りね。機会はまた訪れる。今は体制を整えるべきであろう。リオ、迎えも来ているようだぞ。見てください。あれってハーゼさんとムーンさんじゃないですか。だな、あのままじゃ落っこっちまう。すぐ迎えに行こうぜ。あの中でそんなことが。でもひとまずハーゼさんたちが無事で安心しました。けどこれからどうすんだ。
あんな不気味な門を放っておくわけにもいかねえよな。何時の言う通りだ。放置すればやがて現実を侵食し、取り返しのつかぬことになろう。今一度我らと共にあの球体に突入し、ワールドを打倒するのだ。あの中に入るってそんなことできるのかよ。心配は無用ですわ。ムーンの力があれば問題ありません。あの球体は欺瞞で塗り固められた世界、ワールドの力を一部吸収したことでさらなる力を得たムーンが一緒なら、欺瞞を暴き再び取り込まれることなくワールドと対峙できるはずですわ。そういうことなら話は早いな。帯同する世界のやつをぶっ飛ばそうぜ。はい、もう誰も大切な人を失いたくはありません。ですから団長さんたちやムーンにこれ以上危険が及ばないよう、今ここで禍根を断ってしまいましょう。大切な人を失いたくないか。白々しいって？あんたがいなくなったら困るのは本心よ。大切かどうかは別だけど。何時らしい答えだ。うわ、なんだここ。いろんな色が混じり合って目が回ります。気分が悪くなってきたぜ。私もです。ハーゼさんは平気ですか？ええ、なんとか。ワールドの力を一部吸収したことで耐性があるのかもしれませんわね。あれ、そういえばハーゼさん、服装が変わっていませんか？雰囲気もなんとなく、そのいつもの落ち着いた感じではなくなったというか。ああ、これはワールドの力を取り込んだ影響ですわ。普段は穏やかなハーゼですが、ワールドと対峙したことで自信がつきまして、その心の現れがこの空間では外見に変化をもたらすらしいのです。帯同する世界の力って本当に大丈夫なのかよ。心配ありませんわ。むしろすこぶる調子がいいくらいで、ハーゼが存分に力を発揮できる姿だと思っていただければ。それならいいんですが。何かあったらすぐ言ってくれよ。はい、もちろん頼りにしていますわ。この姿だとはなぜか感情が高ぶってくるわね。ワールドとの戦いに集中して我を忘れないように慎重に行動しないと。お前は、いやい、この前はしてやられたけど今度はそう簡単にいかねえぞ。もはやこれ以上何を望む。俺はお前たちに用はない。お前たちに構っている時間など。いや、そうか、そういうことか。お前たちこそが新世界創造に至る最後の試練というわけだ。前回ハーゼたちを追い出したのはハーゼたちを脅威とみなしたから。そうですわね。にもかかわらずなぜそれほど余裕があるのか理解に苦しみますわ。試練を経てこそ
その誕生に価値が与えられる。そして試練とは超えるためにある。いいだろう、歓迎しよう。お前たちという最後の犠牲をもって俺の新世界は真の完成を見る。その姿を変える。そして俺は導き出される解釈から新たな世界を創造する。お前たちはもはや障害ではない。新世界創造における過程の一つ。俺は運命をそのように手にする。あなたの言葉を聞く限り随分と身勝手な言い分と解釈ですもの。あなたが運命をどのように定義し、ハーゼたちを試練とみなそうと、素直に従う義理も義務もありませんわ。もう、誰かの私利私欲によってもてあそばれるのは願い下げです。ハーゼたちは、あなたには屈しません。今こそ決着をつける時ですわ。決めるのは俺だ。お前のそれが本心であれ、嘘であれ、何の意味もない。俺の意志だけが真実だ。お前たちが新世界の礎になるという事実は変わらない。お前たちのそのありよう、古き世界の忌むべき遺物としてここで葬り去ってくれる。気をつけてください。帯同する世界の力がどんどん強まって。古き遺物は新しき世界の礎となる。それこそが運命である。それこそが摂理。お前たちにもはや未来はない。ここが運命の終着点だ。その魂も消し去ってやろう。誕生に祝福を与える存在。そのはずがなぜ古き世界の人間に遅れを取るなどと。ハーゼたちをただの駒と見下し、全てが思い通りになると勘違いしたのがあなたの敗因ですわ。あなたは新世界というまやかしに惑わされ、自らを見失ったのです。とても哀れな存在。
ならばせめてハーゼがあなたをまやかしから解放して差し上げますわ。どうなったんだ？確か帯同する世界のやつを倒して、帯同する世界の気配は感じません。あの球体も消えているみたいですし、本当に終わったんでしょうか？ハーゼの中にもワールドとのつながりは感じません。ワールドの力の一部はハーゼの中に残っていますが、問題はないと思いますわ。じゃあ終わったんだな、帯同する世界との戦いは。はい、ようやく。皆さんの協力のおかげですわ。これで心置きなくハーゼ自身の問題に向き合えます。確か三つ編みの姉ちゃん、おじってやつや裏社交界って連中の罪を暴きたいって言ってたもんな。はい、道のりはまだ長いですが、必ず目的を果たしてみせますわ。ハーゼさん、私たちにも協力できることがあったら何でも言ってくださいね。もちろんですわ。団長さんたちのことは心から信頼していますので。みんな、こっちか？そっか、あの球体が消えたから様子を見に来たんだな。はーい、私たち全員無事です。あんたの目的はこれで達成ね。私がここまで協力したんだから、借りは返してもらうわよ。無論だ。汝の復讐を果たすためなら地獄まで付き合おう。しかしあの者らはどうする？心から信頼していると言っていたが、本当に協力を仰ぐのか？あんた分かってて言ってるでしょ。私たちだけでやり遂げるに決まってるわ。あんたから力をもらったおかげで、あの子たちを利用する意味はなくなった。むしろ足かせにしかならないわ。これからやろうとしていることをあの子たちに話したら必ず引き止められるだろうから。あの子たちは優しすぎるのよ。私には猛毒に等しいくらいにね。そもそもこれは私の戦い、誰の手も借りるつもりはないわ。ならば我も去らねばならぬな。屁理屈はいいのよ、屁理屈は。本当の戦いはこれからよ。待ってなさい、叔父上たち。私がこの手で必ず殺してやるわ。
どこにもないわね。ここも外れかしら。これで4人目。そろそろ警戒されてもおかしくない頃合いね。今はまだ無差別の犯行だと思われているみたいだけど、悠長にしている暇はない。見つからぬか。そうね。そもそもどれくらい定期的に開かれているかもわからないから、望み薄だったのは承知の上。見つからないなら別の手を考えるしか。ん？これは。間違いない。これよ、あいつらの集会の招待状だわ。人目に触れぬよう厳重に保管されていたことを考えると、確かに可能性は高いであろうな。仮に普通の催しであっても、復讐の前祝いとしゃれ込めばいいよかろう。悪くないアイデアね。まあそんな暇はないけれど。してその日は3日後か。手遅れにならずに済んだな。その次の集会がいつ開かれるか計算できないものね。この機会は絶対に逃さないわ。せいぜい残りの人生を楽しみなさい。いやー、楽しみですね。今日はどのような催しなのか。決闘と聞いていますよ。何でも女の子を閉じ込めた檻に病気を持った空腹の野犬を放つとか、その場で食い殺されるか、命は落とさずとも病気でもだえ苦しむか、どちらにせよ地獄ですな。病気といえば、以前に買った子供が病気を持っていましてね。盗み食いをした罰で地下牢に数日閉じ込めておいたのですが、嘔吐して死んでいたんですよ。下手に手を出していたら、危うく私も感染するところでした。いやはや、安物買いは良くない。おっしゃる通り。やはり子供は健康で元気なのが一番ですな。少し折檻しただけで恥も外聞もなく泣き叫んでくれる。あの声はいい。とても興奮する。大人はプライドが邪魔をしてわめき散らしたりしませんからね。子供の純粋さはそれだけで宝です。おお、面白い話をしているね。私も見てみたかったよ。これはこれは公爵閣下。今宵もこのような素晴らしい集まりにご招待いただき、誠に感謝しています。はっはっは、いいのだよ。これは私と君たち双方にとって利益になることなのだから。だから君たちにはこれからもあれを頼むよ。承知していますとも。可能な限り多額の寄付をさせていただきますよ。それは助かる。何分ことがことだけに入り用になるのでね。
おっと、もう時間か。では、今夜も存分に楽しんでいってくれたまえ。いやはや待ち遠しい。どんなショーになるか楽しみですな。ショーの一環なのですか？何をバカな！おい、誰の仕業だ！冗談では済まされないぞ！冗談では済まされない、それはあなたたちの行為のことでは？ごきげんよう皆様。お食事とご歓談、ずいぶんと楽しんでおられるようですわね。ハーゼリーラ様、なぜあの方がここに？まさかハーゼリーラ様も我々の会の一員なのですか？バカな、生きていたのか。公爵閣下、ハーゼリーラ、本当にハーゼリーラなのか？お久しぶりですわ、おじ上。ハーゼはこの通り平穏無事に過ごしておりましたわ。一体どう生き延びて、そもそもどうやってここに、いや、何をしに来たのだ？決まっていますわ。ハーゼの目的はただ一つ、ここにいる全員をハーゼの手で皆殺しにすることですわ。皆殺しだと？はい、あなたたちには殺される理由が十分にありますから。貧しい子供たちを引き取っては人体実験に利用し、さらには見せ物として歪んだ欲を満たす。殺されて当然なのよ、あんたたち全員ね。お前に人を殺す度胸などあるはずがない。その檻で死んでいる男も誰かの手を借りただけだろう。ずいぶん大胆な見栄を張ったな。否定しないということは認めるということですね。お前をここで始末すれば真実は闇に葬られる。我々の存在が表に出ることはない。お前もバカな真似をしたものだ。のこのこと現れて罪を糾弾し、しかしそれでどうなる？我々に食材を求めたつもりだ。見えすいた脅しに屈するとでも？くだらん、ありえないな。この集会に潜入できたことだけは褒めてやろう。この中の誰かを味方に引き入れたんだろう。どんな手を使ったかは知らないが、裏切り者は後でゆっくり炙り出し、お前と一緒に始末すればいい。お前が姿を見せたのは自殺行為だ。所詮はお飾りの王子、知恵の回らなさは健在か。衛兵を呼んでいると言ったら驚きますか？ハーゼが合図をすれば会場に衛兵がなだれ込んでくる手はずになっておりまして。もう少しマシな嘘をつくことは。衛兵は来ない。私の息のかかった連中にここに近づけさせないよう言ってある。ではここで何が起きても外部に漏れることはないのですね。そういうことだ。なるほど、
それは好都合ですわね。これからハーゼが行うことはとても表沙汰にはできませんので。なんだと。では始めましょう。ハーゼリーラーロイス・ガングスが主催する素敵なショータイムを。待ちわびたぞ。なんだあれは。一体どこから。はったりだ。ハーゼに人を殺すことなど。特使家と評判のおじ上、そんなおじ上にハーゼからありがたい忠告を差し上げます。見た目や評判だけで人を判断するべきではありませんわ。お互いに。ムーン、やるわよ。うん。足を失ったくらいで。これでもう逃げられないわよ。ゆっくりじっくり最大限の殺意を込めて殺してあげるわ。ハーゼリーラ様、どうかお許しを。私は無関係なんです。友人の付き添いで来ただけで、どんな集まりなのか知らなくて。つまらない嘘はやめなさい。裏でちゃんと聞いていたわよ。一言一句全部ね。でも万が一ということもあるものね。いいわ、確かめてあげる。時間の無駄だったよね、このクズが。お腹を空かせた子供にこうやって革靴を差し出して食べさせようとしてたわね。自分がやられる気分はどう。痛い、怖い、苦しい。聞こえないわよ。どうなの。ほら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 。はあ、もう死んだの。もっと苦しめてから殺す予定だったのに。まあいいよ。見ていましたか、おじ上、ハーゼにも人を殺せましたよ。どこかに隠れたわね。いいわ、隠れんぼならお手の物よ。孤児院の子たちと散々遊んだもの。どこですか、おじ上。今なら楽に殺して差し上げますよ。あら、ちょうどいいところに。ちょっと待ちなさい。あんた、おじ上の居場所はどこに行ったかわかる。ハーゼリーラ様、見逃してください。私はまだ死にたくは。誰が命乞いをしろと言ったの。質問に答えなさい。さもないとその濁り切った両目を潰すわよ。さっきまではここにですが、どこかに走り去ってしまって。走り去ったってことは傷が浅かったみたいね。何やってるのよ、ムーン。
何時の感情の高ぶりに影響され手元が狂ってしまったらしい。説教なら後でたっぷり聞くわ。あいつはどこに逃げたの？さっさと答えなさい。わかりません。どこかに逃げたということしか。今さらあいつに切り立てたって意味ないわよ。あいつは私が確実に殺すんだから。本当です。これだけは信じてください。今の音は。ムーン、何か聞こえたの？大きなものを引きずるような奇妙な音が聞こえた気がしてな。確認しておくか。何時の賢明な判断に期待する。そうね。大きなものを引きずる音。もしかしてあんたと遊んでる暇はなくなったわ。もう用済みよ。潔く死になさい。やだ、助けて。耳障りよ。ムーン、音はどこから？案内して。こっちだ。やっぱり隠し通路があったのね。こんな怪しい集会を開くくらいだから万一に備えてとは思ってたけど。結婚が続いているが、この先に逃げたのは間違いなかろう。まずい、壁が動いてる。滑り込むわよムーン。トラップを仕掛けてたみたいね。あの男をじっくり殺してたら私も巻き込まれるところだったわ。我の手柄であるな。そうね、今回は素直に褒めてあげる。さあ追うわよ。結婚の感覚がだんだん狭くなっているわね。そろそろ追いつきそうよ。おじゆえ、もう逃げられませんよ。ハーゼにおとなしく殺されてくださいませ。やってくれたわね。おじうえらしい姑息なやり方だわ。あんた、おじうえはどこに行ったの？途中まで一緒に逃げてきたんでしょ？言うわけがないだろう。私はあの方を裏切りはしない。大した忠誠心ね。その強がりがどこまで続くか見ものだわ。これで吐く気になったかしら。このくらい公爵閣下を守るためなら。あらそう。ここまで来たらおじゅうえはもう追い詰めたも同然。式が早いか遅いかの違いだけよ。つまりあんたがあがいたって無駄なの。素直に白状してくれたら痛みが長引かないよう殺してあげてもいいわ。さあどうする？公爵閣下万歳。そう、見上げた根性ね。おじゅうえの部下にしておくにはもったいないくらい。これ以上の尋問は無駄であろうな。急ぎ別の道を行き親玉を追うか。この男も裏社交界の一員。相応の報いを受けさせないと私の気が済まないわ。罪のない子供たち、よくもこんな真似を。本当
当に吐き気がする。だけ残酷な行為を繰り返して痛まない心はどんなに丈夫なのかしら。簡単には死なせないわよ。どれだけ耐えられるか試して。あんた何勝手に死んでるのよ。もっと苦しめて殺すって言ったでしょ。これは鍵。我らに見つからぬよう飲み込んで隠したのであろう。するほど大事なものってわけね。これがあればおそらくおじゅうえがいる場所にたどり着けるはず。これを。ただの煙じゃなさそうね。おそらく毒ガス。おじゅうえがやりそうな手口だわ。急ぐわよムーン。ようやく追いついたわ。この先にお十恵が。ハーゼよ、急ぐがいい。このままではガスでやられてしまうぞ。わかってる、すぐ開けるわ。十円。鍵を奪ってきたか。あの役立たずめ。これでもう逃げ場はありませんよ。おとなしくしていただけますか。抵抗してもしなくても、どうせ私を殺すのだろう。よくお分かりで。自分の過去の所業を振り返れば、殺されて当然かと思いますが。あの日、フレックを差し向けて、レティと私を襲わせたのはあんたの仕業ね。答えなさい。ああ、そうだ。お前の次女がこそこそ嗅ぎ回って鬱陶しかったからな。あの女は我々の崇高な目的を理解しないまま告発しようとした。身勝手にも程がある。崇高な目的ですって。あれのどこが。ふざけてるの。お前は世間を知らなすぎる。お飾りとして公務を任されてきただけのお前にはわからないだろうやな。我がガルゲニア公国は周辺国を束ねる中心国として強くあらねばならない。弱い者に付き従う者などいない。ではそのために必要なのは。簡単だ。強さとはすなわち軍事力。国家という規模においては特に重要だ。では軍事力を保持するためには、無論財力が必要になる。軍備にはとにかくお金がかかるのだ。しかし財源は無限ではない。そこで私が目をつけたのが孤児院ってわけね。孤児院に財源を回したところで国が強くなるわけではない。むしろ財源を食い潰す存在だ。
ならば大金を融通してくれるスポンサーを募るのに利用できないか。私はそう考えた。決して公にはできない娯楽を提供する。それらに金を惜しまない連中というのは探せばいくらでもいるものだ。新たな財源として活用することで我が国はより発展する。彼らの死は無駄にはならない。むしろ国の発展に貢献できるのだ。これ以上ない名誉だと思わないか。腐ってる、腐りきってるわ、骨の髄まで。人の命を何だと思ってるの。まるでおもちゃか何かみたいにあの子たちをもてあさんで。ふん、おもちゃか。それはお前も同じではないのか。どういう意味。お前は以前孤児院に援助をしたいと私に打ち明けていたな。だがそれは本心か。孤児院の子供たちを救いたいというのは本心ではなく、慈善活動をする自分にただ酔いしれているだけ。つまりお前もある意味で子供たちをおもちゃ扱いしていると言えるのではないか。勝手なことをあんたなんかと一緒にしないで。どうかな。所詮本心など誰にもわからないものだ。孤児院の連中もお前を利用するために笑顔を振りまいていただけかもしれないぞ。皆が皆他人を利用して生きているのだ。現実を知れ。違う、あんたのただの思い込みであの子たちを汚さないで。あの子たちは本当にいい子で、私の大切な。だってハーゼと仲良くしていればカッツェリーラ様とか兄弟の誰かと仲良くなれる機会が増えるでしょ。もっとこびた感じで仲良くすりゃハーゼの方から援助したいって言ってくるかもな。落ち着け、あれはただの幻、私は惑わされない。そこだ。相変わらず卑怯な手を。でも確実に当てるべきだったわね。同じ手は食わないわ。もう悪あがきはやめて潔く死を受け入れなさい。ふん、そう生きがっていられるのも今のうちだぞ。まだ抵抗する気？状況が分かっていないの？あんたはもう。何なの？一体何が？わからないか？ナイフに仕込んでおいた毒だ。思ったより回りが早かったな。やってくれるじゃない。でもこの程度の毒で私は。強がりはよせ。その毒は意識を奪うのに最適でね。いわゆる麻酔みたいなものだ。子供たちの実験の際によく利用していた。もちろん放置すれば死に至るが、ちゃんと解毒薬は用意してある。こうやって普通に会話するのも辛いだろうに。さあもう諦めるんだハーゼ。私は絶対にあんたを。次にお前が目を覚ます時は実験台の上でかな。
たっぷりお礼をしようじゃないか。ハーゼ、しかと気を保つのだ。何時の復讐はここで終わりか。そんなわけないじゃない。私が今までどんな思いで過ごしてきたと思ってるの。こいつらを地獄に叩き落とす。私の願いはただそれだけ。諦めない。死んでいったあの子たちのために。何時らしいやり方だ。やはり何時は我の期待を裏切らぬな。狂っている。何がそこまでお前を駆り立てるのだ。あんたは私の大切な人たちの尊厳をこれでもかというほど踏みにじった。それ以上の理由がいる。それが狂っているというのだ。他人のために命を懸ける、くだらん。あまりにもくだらん。そもそも死んだ連中がお前を利用していただけなら、お前の復讐は滑稽で哀れだぞ。さっきもそう言ってたけど、同じ手には乗らないわよ。血が抜けて冷静になったからかしら、今ならはっきりと言える。どうあがいたって結局は他人。特別な力でもない限り相手の心なんてわからない。だったら自分が信じるものを信じればいい。そうするしかないのよ。たとえ信じたものが偽りだったとしてもね。お飾りの王子が偉そうに。もう終わりにしましょう、王子上。本当は楽には殺さないつもりでしたが、あまり時間をかけるとハーゼの方が先に力尽きてしまいそうですので。くそー。自分を残さない。二度と生まれ変わることがないように魂ごと消し止めなさい。自分を残さない。二度と生まれ変わることがないように魂ごと消し止めなさい。終わったのね、すべて。何なのかしら、この虚しさは。目的を達成できれば満ち足りた気分になると思っていたの。どういうことなのよ、ムーン。教えなさいよ。無理難題を突きつける。我と汝も所詮は他人、理解できるはずもない。と言いたいところだが、汝はすでに答えを持っていると我は推測するのだがな。こうなる結末を見越した上で汝は復讐を心に誓った。悪に手を染める覚悟を決めた。
違うか。何よ、ムカつくくらい私のことを理解してるじゃない。そう、最初から分かってたこと、復讐を遂げたところでレティやフレックが生き返るわけじゃない。でもあの子たちの無念を晴らさずにはいられなかった。私の独りよがりだとしても後悔はしてないわ。でも虚しいの、どうしようもないくらい虚しい。もう何のために生きているのかわからなくなる。ああ、なんでこんなに弱気になってるのかしら。毒で思考がやられてるのね、きっと。どっちにしろ時間切れみたい。でもこのまま毒で死んだらあいつに殺されたみたいでしゃくね。ならいっそ自ら死を選んだ方が格好がつくわよね。この高さなら死に損なうこともなさそうね。間違いなく助からぬであろうな。止めないのね、ムーン。何時はワールド打倒という我が目的のために働いてくれた。あの日我は改めて何時の意志がいかなるものであろうと従うと決めたのだ。何時が死を選ぶならそれもよかろう。我は再び主を待つのみ。冷たいのね、あんなに一緒にいた仲なのに。でもあんたらしい答えだわ。あんたと一緒にいた日々、それなりに楽しかったわよ。我もだ。じゃあね。まだ生きて。団長、なんであんたがここに。ハーゼさん、大丈夫ですか。血まみれじゃねえか。何があったんだよ。ルリアにビーモ、どういうことなの。私の部屋からハーゼの姿が見え、団長たちと共に急いで駆けつけたのだ。兄上まで。あまり喋らない方がいいぜ。すぐに応急処置すっからよ。私助かるの。絶対に助けます。だからハーゼさんも諦めないでください。そう、私は死ぬことすら許されないのね。おいおい、何言ってんだよ。まるで死ぬつもりだったみたいなセリフじゃねえか。その通りよ。私は死ぬつもりで飛び降りようとしたの。え？そんな、どうして。全てが終わった今ならあんたたちに話しても良さそうね。驚くわよね、
それとも軽蔑してる？今なら私を見殺しにできるわよ。ハーゼさん。ハーゼよ、なぜ私に一言でも相談してくれなかった？ハーゼが自ら危険に飛び込まずとも、私が解決できたかもしれない。そうすればハーゼが傷つくことも。ハーゼ。やっぱり兄上何も分かってない。この際だから言っておくわ。私はずっと兄上のことが嫌いだった。政治の才能があるのに音楽にかまけてるところも、私を子供扱いするところも、交互に接することが優しさだと思ってるなら、そんなのはただの勘違いよ。もしも兄上に相談していたら、兄上はどう答えてた？復讐なんて無意味だって説得されるならまだマシ。でも兄上の性格なら、きっと私を徹底的に危険から遠ざけようと兄上一人で解決していたでしょ。私の意志なんて後回しにして。でもそんなのちっとも嬉しくない。私は守られるだけの存在じゃない。そんな兄上の全部が嫌い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 大嫌いよ。それがハーゼの本音か。正真正銘、嘘偽りのないね。そうか、やっと打ち明けてくれたのだな。やっと？何よそれ、まるでずっと気づいてたみたいに。私を誰だと思っている？ハーゼ・リーラの兄だ。愛する妹の思いは分かっている。しかし愛とは与えるものだ、見返りを求めるものではない。故に私はハーゼを大切にしてきた。だがその気持ちは結果としてハーゼを死地へと追い詰めてしまったのだな。実の妹の心にさえ寄り添えない人間に皇帝など務まるはずもない。やはり私は器ではないのだろうな。皇帝の器じゃない？急に何を。弱気なんて兄上らしくもない。ハーゼは私を高く見積もりすぎだ。しかしそうだな、ハーゼも一人の王子として聞いてくれるだろうか、私のこれまでの歩みと今まさにぶつかっている大きな壁についてだ。ハーゼよ、私のつまらない話を聞いてくれてありがとう。お前はこんな状況だというのに。構いませんわ。兄上のしけた顔を見ている方がよっぽど体に触りますから。いずれ二人で話し合おう。だからそれまでハーゼよ、生きていてほしい。仕方ありませんわね。私も話したいことがありますので、今はまだ生きていましょう。もう行かれるのですか、ルーベラーネ上のもとへ。うむ、善は急げだ。ハーゼはハーゼのなすべきことをした。私も立ち止まってはいられない。団長、
すまないが、ハーゼの安全の確保を任せたい。私には行くべき場所がある。私たちはハーゼさんを船まで運びましょう。もうちょっとの辛抱だぞ。気をしっかり持てよ。よろしくお願いします。私は運よく生き延びた。あるいは見えない何かによって生かされたのかもしれない。生きているという今の状況が果たして幸せと呼べるのか、それとも新たな苦しみの始まりなのか。死ぬなと言われ仕方なく生きるのか、生きたくても生きられなかったあの子たちのためなのか。私というちっぽけな存在でも限られた人生の中でまだできることがあるからなのか。その意味を見出すために私は生き続けなければならない。本当に終わったのね。まだ数日しか経っていないのに、まるで遠い昔のよう。兄上も自身の問題に決着をつけて新たな道を歩み出そうとしている。ええ、すっかりね。ワールドの力を取り込んだ影響がこんなところにも現れてるみたい。あなたたちにはいろいろ迷惑をかけたわね。勝手にいなくなったくせに最後には助けてもらって、情けない話だわ。今だから言えるけど、以前に反省していると言ったのは大嘘。私はあなたたちを利用するつもりだった。予定が変わって結局利用する機会は訪れなかったけど、騙していた事実は変わらない。今さらどう言い繕ったところで信用されるとは思っていないけど、一応謝らせて。ごめんなさい。おう、これでもう隠し事は何もないわ。猫かぶりも終わり。やっぱり素の自分が一番ね。やっぱ猫かぶりだったのかよ。まあ三つ編みの姉ちゃんとは一度戦って素を知ってるし、あんま驚かねえけど。私はまだハーゼさんの口調になれませんけど、生き生きしててとてもいいと思います。ありがとう、ルリア。ねえ、団長。正直に打ち明けたからってわけじゃないけど、私のお願いを聞いてくれる？団長も知っている通り、ガルゲニア公国は今、皇帝の代替わりで、ごたごたが続いている状況よ。そんな状態で今の私が帰っても、役に立たないことはわかってる。むしろ邪魔になるだけ。だから、このまま旅を続けて、一回り成長して、役に立てる自分になってから、堂々と国に帰りたい。それが、私の願い。そのために、今までと変わらず、この段に身を置きたいの。こんな私でも、もう一度、受け入れてくれるかしら。
そんなにはっきりと言えるなんて、なんともあなたらしいわね。正直に打ち明けてよかったわ。これで心置きなく旅を続けられる。これからもよろしく頼むわね、団長、ルリア、ビー。はい、こちらこそ。もう隠し事はなしだからな。ええ、わかってるわよ。で、いつまでもこんなところで油を売ってていいの？他の団員があなたたちを呼んでいるみたいだけど。あ、本当ですね。すみません、私たちはここで。じゃあまたな。一応闇上がりなんだから無理すんなよ。こんな私でも、誠心誠意お願いしてるんだから、そこは素直に受け入れなさいよ。こいつなりの冗談だって。これでお相手だから変に気に病む必要はねえってことだよな。そういうこと。私が言うのもなんだけど、これで心置きなく旅を続けられる。これからもよろしく頼むわね、団長、ルリア、ビー。はい、こちらこそ。もう隠し事はなしだからな。ええ、わかってるわよ。で、いつも、あ、じゃあまた。良いのか。かの者らは信じると言っていたが、本心ではないかもしれないぞ。わざわざ能力を使うまでもないわ。あの素直すぎる笑顔を見れば、誰だって本心だとわかるわよ。むしろ信じられないのはあんたの方。私が飛び降りようとした時、あんた本当はわかってたんじゃない？あんたが止めなくても、あの子たちが助けに来てくれるって。さてな、我は神ではない。未来を予測するなど不可能だ。なればこそ、汝がそう思うならそれで良いのではないか。肝心なことは相変わらずはぐらかすのね。呆れるくらいいい性格してる。何にせよ、私は生き残った。こうしてちゃんと生きている。これからも付き合ってもらうわよ。私がどんな道を歩んでいくのか、その目で見届けなさい。よかろう。これからも開かずに済みそうだ。私とムーンの関係は、互いを利用し合うくらいがちょうどいいのよ。レティ、フレック、あなたたちは私の思い出の中で生き続けてるから、安心して。今まで一度も聞いたことがなかったけど、ムーンが連れてるあのウサギたち、結局何なのかしら。私とムーンの関係は、互いを利用し合うくらいがちょうどいいのよ。